洗い船の季節やね。そうやね。今年もたくさんのお客様が来てくれとるよ。私のこの懇切丁寧な大垣の解説を気に入ってくれとるリピーターさんも多いんだから。おお、さすがやね、お姉ちゃん。そういえば私も今授業で大垣市の歴史や文化を学んどるの。お姉ちゃんの歴史解説を聞きたいな。あら、それは嬉しい。私にお任せあれ。では早速お願いいたします。大垣を語る上で、まずは大垣市には2つのお城があるの。あんちゃんは知っとるかな？もちろん、大垣城と須の又一夜城やよね。ご名答。では、私たち市民にとってのシンボル大垣城から始めましょう。お城の始まりは1500年代の初め頃らしいの。織田家や池田家が城主を務めていた時期もありました。今の天守は全国的にも珍しい4層の天守を持ったお城なのよ。そっか、4層の天守は珍しいものなのね。知らんかったな。それから1600年、関ヶ原の戦いでは西軍石田三成の本拠地にもなって、本戦部隊が関ヶ原に移動した後も徳川家康方と壮絶な攻防戦があったんやよ。うんうん。激しい戦いだった時代も終わって江戸時代、1635年以降には戸田家11代が10万石の城主を続けて、第二次世界大戦の空襲で天守が焼失してしまったんやけど、驚くなかれ、1959年に大垣市民の熱意によって今の見事な大垣城が再建されたんやよ。一度焼けてなくなってしまったのね。それを建て直すってすごいな。やっぱりシンボルだもんね。そうね、大事なシンボルだからね。知ってる？大垣祭りは大垣の城下町の祭礼として伝承された美濃地方を代表する祭礼行事であって、大垣藩主菓子の山と町衆の山が併存する形態は全国的にもとても珍しいお祭りなのよ。それは知らんかった。露店がめっちゃあるから好きな食べ物のことにばっかりつい。まあ、あんちゃんの年の頃は私もそうだったわ。このまま大垣祭りについてもお話ししていくね。はーい。大垣祭りの山の起源は1648年に総氏神だった八幡神社が大垣藩主戸田氏金公より再建されて、城下18号が喜びを神輿三社の寄付で表し、大垣十箇条が十両の出し物を作って引き回したのが始まりと伝えられているの。そんな昔から？そして平成27年には国重要無形民俗文化財に、平成28年にはユネスコ無形文化遺産に登録されたんやよ。すごい。毎年私学は土曜日に、朝早くから八幡神社前でそれぞれ山が法芸を行ってから、山は市内を巡行して、夜には提灯をつけて夜宮が始まるのよ。朝早くから晩まで楽しめちゃうんだよね。それに大きなお祭りだから、地元の人だけじゃなく観光でお祭りに来てくれる人もたくさんおるしね。最近では外国人の観光客も増えとるのよ。わお、それはすごいね。そして本学は日曜日、本学も朝早くから八幡神社前で法芸を行って、その後13両の山が行列をなして城下町を巡行するのよ。夕方には大垣祭り行列、それから夜宮の流れやね。さあ、大垣城大垣祭りに続きまして、さっきちょこっと話題に出たもう一つ、大垣市民にとって大事なお城、須の又一夜城について教えて差し上げましょう。はい。諸説いろいろあるんだけど、1566年織田信長による美濃侵攻にあたって、木下藤吉郎、後の豊臣秀吉がわずかな期間で築いたところから須の又一夜城と伝えられているの。へえ、短期間であんなに立派なお城が建てられたんだ。
今の角又一夜城とは違って昔は砦のような形をしとったのよ。なんと、それは知らんかった。一夜城の逸話は江戸時代に作られた創作であるとして、木下藤吉郎が一夜城そのものを気づかなかったとする説もあったりするの。だけど織田信長が美濃に進出する過程で当時の角又が大変重要な戦略拠点であったことには違いないね。今の角又一夜城は歴史資料館になっているから行ってみるといいわ。うん、今度勇気と行ってくる。どう？大垣市の歴史や文化について少しはあんちゃんも詳しくなったかしら？うんうん、すっごいわかりやすかったよ。ありがとう。まだまだあるのよ、あんちゃんに知ってもらいたい大垣のことが。続きはまた今度ね。ありがとうお姉ちゃん。あー、早く明日クラスのみんなに教えてあげたい。